シティとやらに行くことになったんだけど、市長のお菓子が入ったコンテナがあるから見張っててくれと言われ、なぜか貨物船に乗船してる中国ウサギです。まあ、報酬として半分ぐらいお菓子がもらえるようだけど、何トンあるんだよ。食い切れねえぞ。そういえば、ここではズンコの家に居候させてもらえる手はずなんだけど、確か東北マンションってとこに住んでるらしいが、なんとも自己主張の激しい建物であるな。ズンコいるか？おう、ウサギくんではないか。急に呼び出してすまなかったな。それで私は何のために呼び出されたのだ？うむ、それについては先日葵さんからことづてを預かっていたのだが。うん、ズンコさん、ちょうどいいところにいらっしゃいました。おや、葵さんではないか？どうしたんだい？はい、急に市長が石焼き芋を食べたいとぬかし上がるもんですから。それではお芋を焼くための石を鉱石の発掘で探し当てたらいかがですか？と申し出たところ、すぐに OK を出されたので交渉の事業に取り掛かることになりました。ってことで、交渉といえば砂が関係してくるのだが、ウサギくんに担当してもらうのが最適なのでは？との話が出ておったぞ。確かに私の能力であれば、交渉ごときの砂を扱うのは、たやすいことであるぞ。よし、一丁やってみるか。ってことで今回は、なんだかようわからん遺跡跡にお邪魔しておるんじゃがな。確かによくわからんのう。現在地からほどなくして、今回の開拓の趣旨である交渉が2カ所あるんじゃが、この辺りに小さな集落の開拓を考えていることや、風向きも考慮すると、こちらの交渉で開港するのがベストやと思うんじゃ。交渉に挟まれた集落って感じっすね。そういうことになるのー。でよー、この場面を見る限りですと、初手として高台を作っておるようじゃが、どういった意味合いがあるのかのー。あんな、鉱山中と山ん中にあるイメージやから、まあそんな感じやで。どんな感じだよ。その後、鉱山周辺と、そこに行き着くための道を敷いたら、第一段階終了といった感じやで。道自体は、特にごちゃごちゃしてるわけではなく、結構シンプルな引き方なんすねー。まあ、トラックの行き来が多いと思うさかい、あんま複雑にすると、渋滞したりするからのさらに鉱山での通勤には、地上地下鉄を採用しておる境、住民の移動も楽々じゃ。地上にあるのに地下鉄なんすか？まあ、現実世界やと、地下に設置するより建設費が安く済んだり、工期が短く済むなどのメリットがある一方、場所を取ってしまうのがデメリットになりうるから、ケースバイケースかのー。なるほどのー。じゃが一番の理由は、なんか見た目がかっこええから建てただけじゃよ。ササラさん的には、やっぱそこに行き着いてしまうんすね。つうわけで、鉱山に地下鉄を置いたっちゅうことで、ササラ三丁目にある鉄道駅とつなげるぞ。おい待てよ。地下鉄と鉄道は種類が違うっつけど、つなげられるんかのう。おうよ。本作からは、
鉄道駅もアップグレードすることが可能になっておって、構内に地下鉄を追加するものもあるさかい、その問題に関しては即解決じゃ。なるほどつねー。まあ路線を見てみますと半円の描くような形にはなっていますが、笹良三丁目と鉱山、さらには集落が行き来できるようになったってわけっつね。そういうことじゃ。最後に鉱山っちゅうことで山みたいな何かを作って雰囲気を出したり、はたまた発掘をするための施設を置いちゃったりもするぞ。地形や道路の形状に合ったような形にするんすね。ええじゃろ。ええのう。ということで以上が鉱山の町として機能する笹良4丁目である。産業と住宅が入り混じっていて、なおかつ高低差のある町でもあるので、なかなか新鮮味がある町やのう。4丁目であるか。なかなか見晴らしがいいではないか。だが街中にはなぜかトレーニングを行える公園があるが、鉱山ではズンコのような屈強な体が必要なのであろうか。なんとも恐ろしいぞ。おっと、ここにいらっしゃいましたか。うん、お主は確か市長の秘書をやっておる葵さんであるな。はい。この度は急な話で申し訳ありませんでしたが、引き受けていただきありがとうございました。まあ私はズンコのように筋肉もりもりマッチャマンではないが、ん、砂を操る能力を持て余してたから問題ないぞ。その言葉を聞けて安心しました。よろしくお願いしますね。はいよ、任せておけ。